ニコニコハローゆうです。はい、皆さん、今日のメインレース、アサヒ杯フューチュリティステークス、言いづらい見ましたか？ゆうは案の定見ていません。なので、これから皆さんと一緒に、レース結果を見たいと思います。まずゆうが昨日、何を予想したのかおさらいしますと、こちらです。じゃじゃーん。単勝副勝12番のレッドベルジュールにしました。はい、レッドベルジュールが軸馬ですね。はい、で、馬連がサリオスとレッドベルジュールの組み合わせ、そして、大勢ビジョンとレッドベルジュールの組み合わせ、そしてワイドも同じくサリオスとレッドベルジュールの組み合わせで、ここが違うんですね。レッドベルジュールと、タガノビューティーの組み合わせ、はい、にしました。なぜこのレッドベルジュールを軸にしたかっていうと、まず、ディープインパクト3区なんですよ、うん、で、前走までの成績が2戦2勝しています。で、今回の、コースがですね、 1600m なんですよ。で、 1600m も前走まで経験済みです。うん、調教師も、前走を使ってすがるくなっているし、予想通りの成長曲線を描いていますっていう風にコメントしているんですよね。うん、なんで、まあね、3連覇もあるんじゃないかなって思ったので、はい、レッドベルジュールにしました。で、6番のサリオスなんですけど、この馬めっちゃ強い馬なんですよね。うん、前走のサウジアラビアロイヤルカップで2着の馬がこう、伸びてきたんですよ。そう、でも来れば来るほどこっちのサリオスの方が伸びていくんですね。そう、そういう走り方をして、完勝したんですよ。そうで、2歳でコースレコードも出しているんですよね。うん、まあなんで、そう、まだ底力を見せてないんじゃないかなって思ってるんですよ。今回のレースで、まあ上のね、パフォーマンスを見せてくれるんじゃないかなって思ってます。期待しています。はい、で、8番の大勢ビジョンなんですけど、そう、前走までルメール騎手だったんですね。で、その今回は武豊騎手に乗り換わって、走るんですけど、その武豊騎手が G1 で勝ったことがないレースがこれ、アサヒ杯フューチュリティステークスなんですよね。そう、なんで応援したいじゃないですか。うん、ぜひとも勝っていただきたいなって思ったんで、はい、8番大勢ビジョンも入れてみました。そして、最後にタガノビューティーなんですけど、前回まで、前走までが、ダートしか走っていないんですよ、この馬なんですけど、今回は芝コースです。うん、大丈夫かなって思うんですけど、足腰はね、ダートを使っているので鍛えられているんですよね。なんで楽勝に走ってくれるんじゃないかなって思ってます。はい、なんで、こちらを買い目に。あー、緊張するなーいやー、これだって12を軸馬なんてね、レッドベルジュールが来なきゃ U は、またまた全滅です。いや、そんなことね言ったらダメなんで、絶対来ますように、レッドベルジュール来ますように、3着以内はい、じゃあちょっと緊張しますけど、皆さんと一緒に、レース結果を見たいと思います。どうぞ。スタートしました。揃いました。レッドベルジュール後方9番グランテイゴ後ろから、内から2番ビアンフェに迷い出し出ていきます。2馬身3馬身リードを取りました。追っていくのは4番のトリプルエース、並んで6番サリオス、後位確保。外に15番のメイショウさん、2番手外まで上がりました。このうちに3番のペールエール、7番のウィングレイテストのこのグループの中、そのすぐ外、並んで追走は10番のエグレムに務まり構成と出ています。中段の一角16番のラウダシオンがいて、このうち5番のマイネルブリッド、さらには1番のジュン・ライトゴルト、そして13番クリスコレ、あとは8番タイトル前半633秒8で入りました。結構後ろの方、12番レッドベルジュールは後ろから4投目、あとは14番タガノビューティー、3馬身控えて9番グランデイ、最高峰11番カリニート、中間点の800を過ぎて4コーナーへと向かっていきます。2番ビアンフェが引っ張りました。リード1馬身、2番手15番メイショウチタン、
内の3番手から2番手を伺う4番クリプルエース600を切りました。外に持ち出して6番のサリオ来るか、もう直線だぞ直線だぞ、おい直線だぞ、どこ行った、どこだ、12番これか、おいほらな、タカタカタカノビューティー来た、おら来て、やっぱ来たな、やっぱ来たよ、え、でも12番来てなきゃ意味ないんだよ、12番おい12、おいおい12どこ行った、おいなんで飲めないんだよ、おい全然見えないよ、わー解消だよ、ね、やっぱ6番強い、あーすげー、サリオス強すぎね強すぎ、めっちゃ強すぎ、あ体勢ビジョン惜しかったですね、いや惜しかったな、てか高田ビート惜しかったな、あーそして12番どこ12番どこ、こういった感じですね、1着が1着が、6番のサリオス、2着が8番の大聖ビジョン、3着が9番のグランレイ、グランレイすごかったですよね、後方から伸びてきませんでしたか、タガノビューティー来るかなって思ったら、なんか来たなんか来たグランレイみたいなだって14番人気ですよ、すごいよ、惜しいね、4着が14番のタガノビューティーで、ユーが、軸馬にして12番のでレッドベルジュールなんてね、どこかなって思ったのね、10着全然来てないじゃんねえ、3番人気に、ね、なってたのに全然来てないじゃん、ダメじゃん、あーサリオスにするべきだったかな体制ビジョンでもよかったか、体制ビジョン惜しかったですね、豊騎士惜しかったな、2着だよな今回もね、もし優勝したらね、惜しかった本当、あともう一歩でしたね、で武豊騎手の G1 レースの成績なんですけど、24レース中22レースを優勝しているんですよ G1 の中でも、うん、で今日の朝日杯とホープフルステークス、この2つのレースで、G1 が、なんとコンプリートするんですよね、うん、今回も2着で合計で朝日杯チューチリティステークスは、2着が5回だそうです、それもすごいですよねうん、でもサリオスが強すぎたな、そう思いますね、はい、今週発表された、今年の漢字一文字が令和の令だったんですよね、そうで、有馬記念に、出走するレイデオローが気になってるって言ったんですけど、今回ね3着に来たグランレイもねレイが入ってるんですよ、令和のレイがここで来たかってね思いましたねいやーねーこっちにすればよかったかな、でも14番人気絶対買えないでしょいや買ったらすごいよ、皆さん当てましたねえ、14番当てました、14番人気のグランレ、いやすごいよこれは、あ見落としてましたね、はい、でまあしょうがないのでもう有馬記念に持ち越しですゆうは、はい、ラスト1万5000円で、日刊現代の予想も頑張りたいと思います有馬記念ね、アーモンドアイが出走するから本当盛り上がりますね、うん楽しみだな、来週の日曜日です有馬記念、はい、今分かっている時点での有馬記念の出走馬は、まずアーモンドアイ、次リスグラッシュ、リスグラシューはこの有馬記念をもってラストランになります、はい、で次スバーブリチャード、サートルナーリア、ワールドプレミア、フィエールマン、奇跡、ベロックス、この8頭が、今分かっている時点での出走馬です、はい、いや楽しみですね、どうなるんだろう、来週の、何だっけ
来週があれですよね、枠順決定なんですけど、枠順決定も有馬記念は特別にその生中継で、そう、騎手が、揃ってそのテレビに出て、枠順をね、こうくじで引いていくんですよ。あれがねめっちゃ楽しいんですよね。いやー本当に楽しみだなどうなるんだろうね、アーモンドアイがどの位置になるのかがね今すごい楽しみなんですけど、はい、ではではでは、有馬記念まで盛り上がっていきましょう。はい、いや今回もダメでした来週有馬記念頑張って予想します。はい、じゃあ以上レース結果でした。終わります。バイバーイ。